キャノン、パワーショット V10、素敵な点、いまいちの点、お伝えいたします。こんにちは、天野祐希です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。幸せフォト天野祐希チャンネルは、パワーポイントやキーノートを使った動画でカメラなどの情報を発信しております。チャンネル登録がまだという方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。5月11日にキャノンから新型の Vlog カメラが発表されたので、その内容について今回深掘り解説していきたいと思います。近年は Vlog を撮る方が多くなりました。ソニーが出している Vlog カムっていうカメラは本当にいいカメラです。なのでたくさんの方が購入されて Vlog を撮っておられますけれども、ただこの Vlog 撮るにあたって、このカメラでね、自撮りをするってことにいろいろと問題点もあります。例えばですが、スマホのようにね、いつでもどこでもこのカメラを持って撮影するって難しいですよね。しかもすごく目立ちます。そしてね、三脚やジンバルが必要になりますよね。そういう意味で気楽に Vlog を撮影するのには課題があったんですね。そういう課題を克服するためにキヤノンが考え抜いてきた商品が今回のパワーショット V10 なんですね。なのでこの内容をまた説明しますけども、まず最初にですね、この V10 の素敵な点、これをお話しいたします。一番目の素敵な点、これは縦型のカメラにしたっていうことです。今これをご覧いただいている iPhone ですね、これが縦型で、パワーショット V10 も縦型にして、スマホ感覚で撮影ができる、これがグッドアイディアだと思います。次の素敵な点は、軽量コンパクトだっていうことです。 iPhone のサイズなんですけれども、縦がですね 146.7mm で、ワイドが 71.5mm、 これが iPhone14 です。 V10 はですね、縦が 90mm、横幅が 63.4mm という iPhone よりもまた一回り小さく作ってあるんですね。そして重量はというと約 211g なんですね。 iPhone というのはだいたい 200g 前後なので、ほぼ iPhone と同じぐらいのものを持ち歩く、そんな感じなんですね。3つ目の素敵な点ですが、内蔵スタンドとモニターのことです。内蔵スタンドは前にも後ろにも倒せるんです。このスタンドが前後に動く、これがものすごくユニークなアイデアで、それからモニターの方は2型の46万ドットモニターが、この収まってる時はね下に入ってますけれども、この自撮りする時には上に上げると自分に向かってモニターが見えるようになってる、これもグッドアイデアです。4番目はですね、縦型動画の収録が簡単だっていうことです。この動画のスイッチ、この中央部分にある赤いとこですね、これを押すだけで動画が収録始まるんですね。横にするとこの縦型のビデオの配信がとても便利になって、例えば TikTok とか YouTube ショートなんか、この1分動画ね、これでパッと作れば簡単に動画が配信できるんで便利だと思います。5番目は、1型の裏面照射型の CMOS センサーを採用したっていうことです。これって例えば10万円ぐらいのコンデジ、そういうものにしか採用されてないこの CMOS センサーを5万円台のね、この V10 に投入したっていうのは、キヤノンも思い切ったことをしたと思います。一般的なスマホよりもずっと大きなですね、 13.2mm の 8.8 というこのサイズのものなので、4K30p でフル HD が 60p 収録できて、絞り値が F2.8 の8、高感度で撮影が可能なんですね。そしてなんといってもこの1型で夜間の撮影なんかも綺麗に撮影ができるということで、このセンサーを採用してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。6つ目の素敵な点ですが、広角レンズが 19mm を採用したっていうことです。やはりね、 Vlog を撮るには広角レンズじゃなければダメで、なおかつ 10mm 台でないとダメです。なのでこの 19mm、 正直言ってギリギリですけれども、
このサイズを採用したっていうのはグッドですね。そしてデジタルズームがね 1.5 倍、2倍、3倍とできます。それからキヤノン初なんですが美肌モードっていうのを搭載しました。そして14種類の動画カラーフィルターが入っているのでいろんなカラーグレーディングができるんで面白いです。7つ目の素敵な点は大口径のステレオマイクがついているっていうことです。キヤノンがね重視したのがこの Vlog の音質なんですよね。やはり Vlog っていうのは動画を撮影しながらもいろいろと話をしたり音を聞かせたりするのでその音質が良くないとがっかりしちゃうわけです。なのでこの Vlog の音質に対してすごくこだわったということですね。今映っているロードの外部マイク音質をさらに上げたいっていう場合はこういう方法もできるんですね。8番目はスマホとの連携ですね。こういう iPhone なんかのスマホにですねアプリを入れます。キヤノンのですね。そしてこのキヤノンのアプリとこの本体と通信します。 Bluetooth とかで通信するんですけれどもそうするとこのスマホと連動した情報がですねライブで配信することが可能になるんですね。パワーショット V10 の素敵なところ伝わったでしょうか。では続いてイマイチな点をお伝えいたします。この動画のように海の中を潜るとか雨に濡れても大丈夫だとそういうような防水タイプではありません。 GoPro のようなね防水撮影はできないんですね。これがイマイチな点ですね。イマイチな点2つ目、手ブレ補正は今日の設定で 19mm の撮影ができなくなるんですよね。かなりクロップされます。この写真のように左側が 19mm で右側はクロップされた状態ですね。こんな風に顔が大きくなっちゃうので自撮りするときにこの手ブレ補正をかけなければいけないっていうと画角がこういう風な形になってしまうのでそこはいまいちなんですよね。3番目のいまいちな点は美肌モードのことなんですが、せっかく投入してくれてねキヤノン初ってことでいいんですけども、この動画を収録するのに最長5分しか美肌モードは効きませんと歌ってるんですよ。5分だけの動画だけ美肌ってちょっと厳しくないですかってことですよね。4番目は動画の収録が 4K30p のために 4K のスローモーションっていうのが制作できないんですよね。フル HD なら 60p までできるのでスローモーションかけられるんですけど、こんなその映像のようなことを 4K でやろうと思うとできないっていうことなんですね。5番目は脱着式のバッテリーではないっていうことで、結局モバイルバッテリーか何かを用意しとかないと動画を収録中にね途中で充電が切れちゃったっていうとまた充電しなきゃいけないっていう問題が起こってくるので、そこはですねちょっといまいちなのかなと思います。最後にですね、前回出した動画チャット GPT for Google で Vlog カメラの可能性と未来を聞いてみたっていう内容に対して、この V10 がどこまで近づいたのかっていうことを検証してみると、まず1番目、高性能の高画質化、これはアップしましたね。そして AI 自動撮影、これはまあ今回はないですね。そして軽量コンパクト化、これも大幅にアップですね。 SNS との連動、これもなかなかいい感じになったわけです。で、現地とリアルタイムに結び合う世界っていう面ではまだこれからって感じですね。今回出たパワーショット V10 はキヤノンにとっても大変意欲的な商品だと思いますし、 Vlog の可能性っていうことにおいても確かに可能性を拡大したと思います。そういう面では大変魅力のあるカメラが登場したと思います。以上、今回の動画はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ハッピー!